こんにちは、篠田敦史です、続きものの動画の5回目のつもりで撮っています、今何やってるかというと、この動画のねシリーズの最初期にね、解説したバリハリセで有名なシックストディミニッシュコードですね、ブロックコードの、ね、システムを、再解説、ね、改めて解説してます。なんで改めてやってるかというと、動画の編集技術が進んで下にねコメントがね出せるようになってね、もうちょっと見やすくなってるかなと思ったからです。でまあまあそのちょっとね込み入った話なんでね、改めてねやってみようということです。では、今回の曲は、ステラバイスターライトです。曲は知ってますかね。今回使うのはね最初の部分じゃなくて、B セクションだね、2つ目のブロック、まあこの4小節にしようかな。まあ普段、ね、気にしてたか気にしてなかったか分かんないんですけど、メロディーが B フラットメジャーのところ、頭の音ボイシング普通にだとできないんですよ。あのミフラットだから、その4度の音だから同時に弾けない。B フラットの3度の音とめちゃめちゃぶつかるでしょ、ね、普通にもし片手でねボイシング弾くんだったら、まあ、例えばこうやってタイミングずらしたりとか同時にこうやって弾かないようにちょっとした工夫が、いる場所です。まあ、ちょっとじゃあシステム、いけるので、考えていきましょう。B フラットメジャーセブンスとありますので、じゃあ B フラット6と、全音上の C のディミニッシュね、これ、スケールに直してみるとね、この中の音で入ってますね。この音最初の音がその B フラットっていうかその6の音じゃない方になります。まあそもそもボイシングできないしね。でやるとこうなります。どうですか、バッチリハマってるように聞こえてますか。僕には聞こえてるんですけど、あの今まで弾けなかったミフラットの音で堂々と音いっぱい弾けると。その後はもちろん、コード変わりますから、まあEm7 フラットだからね、まあ僕は今普通に展開系を弾いてますね。まあこれも、フラット9つ入れて、A7 ね、A7 フラット9つ入れて弾いてます。でこの後 Dm、 まあここ普通にまあそうだから、なんていうの、普通に Dm で弾いてもいいんだけど、いいんだけど、叫ばらん時のあのやつ覚えてますか、どうやって使ったか。いける音なんだけど、わざわざねせっかくメロディーが隣り合ってるからスケールっぽくなってるからシステム使ってましたよね。なのでせっかくなので、使いましょう。 Dm の上でね、ソファー多分うまくいきますね。どうですか、ハマって聞こえますか。ゴージャスじゃないですか。ちなみにね次の、 あのところも同じようなメロディーが、あのキーが変わって F の上でってなってても、もちろんあのやれますね、同じだからっていう風に、ちょっとやってみました。ということで、一応今回まででね、長々と久々ですね、あの長々とね、続けてやってきました。まあ便利なね道具だと思うのでね、今回改めて、紹介してみました、ね、もちろんこれ今回話したのが全てじゃないです。その工夫次第でいろんなシチュエーションね、いろんな組み合わせで弾けたりしますが、まずはねベーシックな使い方を覚えたら、まあ最初の繰り返しになりますが、その後自分で発展させていけるので、まずは基本の使い方で使いやすい場所自分で見つけられるようになるっていうのをゴールにね設定して
やるといいのかなと思っています。ということで、長くなりましたが、最後までねご視聴していただいた方ありがとうございました。他の動画もよろしくお願いします。ありがとうございました。